け。よしろ。あれは。おおこら！魂の組がこんなところに何の用だ。ディキア、ミキオ。お前はこの施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。まあ自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。やれ。ダメ。どけ。ダメ。動かないで。イズミ。やめろ。このガキが！お願い！何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ！ミキオ、もういい、逃げろ。うわくそ。ミキオ兄ちゃん。弱くてごめんな。ミキオ兄ちゃん、ミキオ兄ちゃん。くそ。ミキオ。おっと、てめえの相手はこっちだ。玉城。てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。ほらまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。ほら、やれ。ちょっと
とにかく大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。おじさん、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 怖かったよ。ちょっといいか。兄貴、ミキョは生きよう。生きよう。生きよう。おしき、すみません。朝顔が。いいんだ。いいんだ、そんなことは。気にするな。おしき。なんだ。親父。じゃあ、頼みます。分かってる。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ、ミキオ、おい、ミキオ。もしもし。え、本当ですか。え、はい、そうですか、わかりました。よろしくお願いします。それじゃ。
ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか。はあ、よかった。それじゃあ、俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。わかった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を撃たれてるんだ。すぐに病院に行け。兄貴、でも俺ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とはわけが違う。今回は連れてはいけない。でも俺は流動一家の若頭です。子分やられて親拉致られておとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる。だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。今は俺を信じろ。またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは1年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いた時は嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原！
いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決、こりゃ見物だぜ。玉城、お前ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら、中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせない。誰だ。すんません兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。リキア、さ、先。何時に来やがった、この死に損ねが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいなやつは兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと竜道一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢。お父さん、危ない。うわぁ。おやじ。中原、なんだと。魂郎、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ、キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。分かった。リキア。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ、遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。
黙っちまうなんてお互い年だな一緒にするな酒
暴れるようにかけてごめんな。敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア、撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺命にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、ホーム、俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。リキア、兄貴はかっこいい。なんだ。負けない。わかった。わかったから死ぬな。死ぬな、リア。すみません。リキア、
おい、ミキア。おい、お前何勝手に死んでんだ。おい、俺は許さねえぞ。おい、ミキア、撃ち落ちろ、ミキア。登機はあと10分で到着します。着陸までの間、シートベルトの着用をお願いいたします。今頃キリュウがどんな顔をしてるか見てみたいもんだぜ。でもこれで白鵬界の実力も分かったでしょう。ああ、ここから先いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら今晩セッティングしましょうか。何をだ。これでもう峰会長の7代目は決まったも同然です。桐生に一泡吹かせてすっきりしたついでに7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう、会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな、まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。なんだって。ああ会長、こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか。うう、そりゃだって。うわあ、何がめでてんだ。6代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。ああ、めでてえってえのか。あんたはこれで沖縄と東京を1時間で行き来していたのか。ああ、そうだ。これを使えば1時間もかからんよ。本当に今すぐ行くのか。ああ、リキアとの約束だ。俺はミネと決着をつける。世話になったな。何をしてる。まだ全てが終わったわけじゃないだろう。お前がミネを倒し、俺がリチャードソンを捕まえた時、その時までこのシェイクハンドは取っておこう。では行け。お前たち二人でいいんだな。ああ、一緒に行ってくれるか、ハルカ。うん。俺は後から向かう。病院で堂島大吾を見つけたら屋上に向かえ。俺は救助のヘリを回す。分かった。気をつけてな。じゃあ病院の屋上で待ってるぜ。
六代目。会長、リチャードソン様からお電話です。アル、オーケーガーリー。 No, there's no change in the plan. Bye. キリュウさんが沖縄を出たようだ。あと少ししたらここへ来るだろう。いかがいたしましょうか。別に気にすることはない。奴らが到着したら全てが終わる。おじさん。なんだ。おじさん、今から大吾さん助けに行くんでしょ。どうして私に一緒に来てほしいって言ったの。いつもなら私が行くって言っても止めるのに。おじさん、おじさん死ぬつもりなんでしょ。もう死んじゃうから、最後になっちゃうから私のこと連れてきたんでしょ。ごめんな、ハルカ。え？もう一度お前とこの街を見ておきたかった。おじさん。すまん、俺がわがままだった。やはりお前は沖縄に。大丈夫、私すごく嬉しい。はるか、本当だよ。嬉しいよおじさん。すみません。
白鵬会の連中か。急いでるんだ。通させてもらうぜ。そうか。じゃあ死にてえやつだけかかってこい。いい度胸じゃねえか。Good.
Hmm!
See?